菅原明子は、健康関係の民間の研究家、京都府出身、保健学博士、マイナスイオンの研究家として知られる。1973年、お茶の水女子大学大学院食物学研究所卒。1976年、東京大学医学部疫学教室にて、博士家庭修了。歌手の菅原康則は夫、ミュージシャンのゴンゴンと漫画家のソタは息子。 実業家の菅原麗子は娘である。また、夫の10枚に TBS アナウンサーの長峰ゆきがいる。マイナスイオンに関する研究レポートや論文発表、書籍の発刊のみならず、新聞や雑誌にもマイナスイオンに関する記事を寄稿する。また、関西テレビ発掘、あるある大事件の第二百六十八回、マイナスイオンに出演して解説を行うなど、 様々なメディアを利用してマイナスイオンのブームを作り上げた。同時期にメディアによるマイナスイオンを広めたものに堀口昇る、山野井昇らがいる。2002年12月に NHK 経営委員会委員に就任。2007年12月25日に開かれた NHK 経営委員会での席上で福地修行時機会長に選出することに対し、 福知と小森重隆経営委員長の関係が以前から親密であることから就任後に緊張感を持った関係を保てない可能性があると反対し元時事通信社解説委員長元日本銀行副総裁の藤原作也を推薦したしかし審議の過程で藤原が会長選任の結核事項に当たる毎日新聞社の非常勤監査役を務めていることが判明し また藤原に対しても、あらかじめ会長就任の意思確認を取っていなかったことが判明した。事前の12月19日には、ホイ員と共に独自に緊急記者会見を開くなどして、経営委員会の不正確な微暴録を公開し、小森委員長の運営方針を独断的だなどと批判していた。25日の委員会で、小森委員長らから礼を失している。 侮辱的だ、事実に反するなどと激しく批判された。こうした動きの背景には、菅原と当時の NHK 執行部との癒着があると指摘する報道もある。翌2008年1月31日に、総務省に経営委員の辞表を提出した。その他、マイナス4及び食品等に関する多数の著作がある。読売年間2016年版、P263。 アキコ、菅原。菅原インスティチュートウェブサイト、菅原研究所フードヘルス部門。2010年1月15日閲覧。2は、マハリシ国際大学社会心理学科客員教授と記述があるが、この大学の実態はよくわからない。学位商法の危険性 NHK 女性、経営委員の客員教授とは、マハリシ公開大学。 ハット NHK 経営委員会過去の議事録第1058回 NHK 経営委員会最新情報菅原委員、保委員の記者会見についての経営委員会見会文芸春秋2008年3月号 P136 から147ありがとうございます